こんにちは、和正です。今日はこちらじゃなくてこちらの、水槽の、ジェックスのパワーフィルター L の、メンテナンス動画になります。こちらのフィルターですけど購入して1年、経ちますけど、最初にメンテナンスしてからずっと音がうるさいです。前回掃除して、2ヶ月ぐらい、経ちますので、そろそろ、掃除をしようかと思います。ジェックスの、パワーフィルターのいいところは、ろ過層が広いというところですね。自分は、麦飯石を入れてます。ろ過層が、広いので、その分水量も、増えていいかなと思います。あと、自分はつけてないんですけど、エアレーション効果、エアレーションも、つけれる、フィルターとなってますので、エアレーション使ってみるのもいいかもしれないです。ただし自分が使ってみた感想としては、音が、気になったので、自分は外しました。前回、掃除してから2ヶ月ぐらい、経つんですけど、結構それでも汚れてますね。細かい砂を引いてるので、フィルターの中に入ってて、そういうのも、汚れの原因になってると思います。フィルターを、がっつり、洗ってしまうとバクテリアが、死んでしまうという話もありますので、自分は、そんなにがっつり洗わないように気をつけてます。ただしヌメヌメとか、やっぱありますのでそういうのは、取り除いていってます。やっぱりですね、この吸い込み口の、このフィルターですねのところがやっぱり汚れてるので、ここは本当は、新しいのと交換したいんですけど、準備してなかったので、今日は、しっかり洗って、汚れが落ちるまで、洗っていきたいと思います。トレーナーに、スポンジをつけててもやっぱりこうやっていっぱいゴミが出てきますので、定期的にやっぱりメンテナンスが必要だなと思いました。特にアベニー水槽では、フィルター1つしか、設置してませんので、ちょっと気をつけてないと、もしこれが故障した時とかですね、命取りになってしまうので、定期的に、2ヶ月に1回ぐらいをめどに、掃除をしてます。
本体を洗ってるとやっぱり砂がいっぱい出てきたので、まあ、音の原因は砂なのかなと思います。けどこうやって、念入りに掃除をしてても、取れないので、奥の方まで、行ってしまって、それでカラカラ音がするのかなと思います。で本体もそうなんですけど、ヒゲゴケが、いっぱいついてしまってるので、本当は酸性の、洗剤とかでつけておいて、洗えばすぐに落ちるんですけど、今日は、このままいきたいと思います。外掛けフィルターのいいところって、やっぱり、設置が、簡単にできる、中身の、こういった ストレーナーとかですね、こういうところも、簡単に、設置ができるので、初心者の、人には、とってもいいフィルターなんじゃないかなと思います。上部フィルターや、外部フィルターに比べて外掛けフィルターっていうのは、メンテナンスも、簡単にできますので、今日から、始めるという人にも、おすすめできるんじゃないかなと思います。設置、完了しましたので、呼び水を、して、コンセントを差し込んでいきたいと思います。音は、さっきよりマシなんかもしれないんですけど、やっぱり音は気になりますね。様子を見て、新しいのを、購入しようかなと思います。水の勢いが気になったら、このウォータールーバーっていうところ、調整できますので、まあ、これは、おすすめできる機能じゃないかなと思います。で、掃除、し終わったらこうやって、出てきてくれますので、やっぱり、フィルターのメンテナンスは、重要かと思います。この水槽も稼働して、3年ぐらい、経ちますので、一応リセットを、考えています。リセットをして、もっとお魚にとって、住みやすい、環境にしてあげれたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日は、パワーフィルター L の、メンテナンス動画でした。